皆さんこんにちは。ホームメディカルクッキングです。今回はコロナ後の疲労回復におすすめする食材で作る鶏肉とレンコンの甘辛炒めをご紹介します。疲労回復食材のおすすめはレンコン、鶏肉、大根です。コロナが終わったと安心していませんか？私たちの体は気がつかないうちに疲れが溜まっています。今のうちに疲労を回復しておきましょう。レンコンと鶏肉の甘辛焼きは美味しくて栄養たっぷり、疲労回復の効果以外にも効果がたくさんありますよ。材料はこちらです。レンコンはこれ主婦の味方、業務スーパーで買いました。100円ぐらいなので生を買うよりもお得ですし、およそ大きさも揃っているので使いやすいです。賞味期限も長いので買い置きしておいて、ちょっとおかずが足りない時に煮たり焼いたりできるので必需品です。調理開始します。ミンチは小麦粉と塩を入れて少し粘り気が出るまで混ぜ合わせます。おろし生姜などを入れておくとさらに美味しいです。鶏肉はタンパク質やビタミン B 群を豊富に含んでいるため、筋肉や神経の動きをサポートし、疲労回復に効果的です。特に食欲不振の方にはミンチが食べやすいです。レンコンはざるにあげ、水気を切って小麦粉をまぶしておきます。先ほどの袋が約 200g ですので、半分ぐらいでこれぐらいの量になります。両面丁寧につけていきましょう。レンコンには食物繊維やビタミン C が豊富に含まれています。食物繊維は便秘の解消や腸内環境の改善に役立ちます。ビタミン C は免疫力アップや美肌効果にもつながりますし、レンコンの血の巡りを改善し、老化防止やスタミナ増強の力にも期待できます。そのためレンコンを常備して食べることは、体調不良や栄養バランスに気を使いたい方、ダイエット中の方にもおすすめです。次にレンコンとミンチを合体させて周りに小麦粉をつけます。こんな感じです。レンコンは水分をたっぷり含んでいるため、暑い季節にもぴったりの料理ですし、特に結腸、隠居タイプの方におすすめです。この作業は少々粉が飛び散りますが、お子さんたちと一緒にやると喜ばれます。最後の味付けが甘辛で食欲をそそるため、子どもから大人まで幅広い年齢層にも人気があり、食育にもなります。次はフライパンで焼いていきます。ミンチの側から焼いてください。両面こんがり焼き色がついたら調味料を入れていきます。砂糖、酒、みりん、醤油。全体に絡まったら水 30cc を入れて蓋をして蒸し焼きにします。完成です。野菜とともに盛り付け、ネギとごまをトッピングします。ごまはお腹を温めて冷えによる消化不良や下痢を解消する力がありますし、栄養価もアップしますよ。大根おろしを添えて食べましょう。作り方をまとめます。1、ミンチは練る、レンコンは小麦粉をつけておく。2、ミンチとレンコンを合体させて小麦粉をつける。3、焼いて味をつける。最後にレンコンがなかった場合、代替食材にはじゃがいも、人参、赤大根や大根、同じように輪切りにしてミンチをつけて焼きましょう。トッピングするごまはくるみ、アーモンド、カシューナッツなどナッツ類を砕いてのせても美味しいですよ。鶏ミンチがない場合は豚ひき肉でもいけますし、豆腐や大豆ミートなどで代替して作ることもできます。ただし代替食材を使った場合、味や風味が変わることがあるため調整が必要です。安くて簡単な料理です。レンコンの食感にはまります。コロナが終わったと安心しているこの時期だからこそ、ぜひ作ってみてくださいね。このような自然の健康法を継続することで、あなたが笑顔になれると嬉しく思います。毎週土曜日にちょっとした体の不調を改善するレシピを紹介しています。あなたの症状に合った話を見逃さないためにも登録ボタンを押してください。応援していただけると励みになりますので、いいねも押していただけると嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。